ヨーゼフ・レッセル・ヨーゼフ・ルート・ビヒ・フランツ・レッセルは森林監視人でスクリューの発明者として知られている。かつては500オーストリアシリング紙幣に肖像が描かれていた。オーストリア支配下のボヘミアのクルーリームで生まれる。父はドイツ語を話し、母はチェコ語を母国語としていた。リンツやウィーンで学んだ後、オーストリア政府の森林技術者としてイストリア半島のモーターベンで勤務。 その後、コストンジェビカで勤務し、そこで初めてスクリューの実験を行った。1821年、トリエステに転勤。トリエステには、オーストリア帝国最大の港があり、そこでのスクリューの試験は、成功を収めた。1827年、スクリューの特許を取得。1829年、蒸気船チャベタをスクリュー推進に改造し、トリエステの港で6ノットを記録したが、 直後にその蒸気船は蒸気の導管が爆発した。この不幸な出来事により、警察がその後の実験を禁止した。アメリカ合衆国では1804年、ジョン・フィッチがスクリューを発明したとされているが、動作可能な実物の製作には失敗している。1836年、イギリスのフランシス・ペティ・スミスが、レッセルのものとよく似たスクリューの実験を行った。 スクリュー推進船が初めて大西洋を横断したのは1839年のことでスウェーデンの技術者ジョン・エリクソンがレッセルのスクリューを改良したものを用いていた。1880年代にはスクリューのデザインは安定した。レッセルの他の発明としては空気圧式のポストとボール、シリンダーベアリングなどがある。彼は生涯のうちに多数の特許を取得した。 ルブヤナで死去、ありがとうございます。